システム機能学分野の医学です私たちの研究室では細胞同士の競合と協調の分子メカニズムを明らかにしようというモチベーションで研究を行っていましてそれによって細胞社会としての多細胞生命システムがどのような原理で構築され機能しているのかそのメカニズムを理解しようということを目指しています。 さらにそのような細胞間のコミュニケーションが破綻することによっていかにしてがんなどのさまざまな疾患が生じてくるのかそのメカニズムの理解にもつなげていきたいというふうに考えています。そもそも競合や協調といった現象は地球上のあらゆる生物個体間に見られるような極めて根源的なものです。ままず、競合についてて考えてみますと、 自然界に存在するさまざまな動物や植物は常に互いに競合していてこの競合の勝者が敗者の犠牲の上に反映するという適者生存のの原理もちろん私たち人も常に互いに競合しているわけですけれども興味深いことにこのような生物個体間の競合に非常によく似た現象が多細胞生物を構成する細胞間のレベルにも存在することが 症状場合の上皮組織で明らかになってきましたすなわち生体内の細胞同士は常に互いに競合していて生体内環境への適応度がより高い細胞が勝者ととななりよりりよ低い細胞が者者ます勝者は敗者に細胞死を引き起こしながら順次そのスペースを拡大していきますので勝者の集団と敗者の集団の境界上で細胞死が観察されることになります。 このような細胞同士の競合現象はセルコンン、ペティショ細細胞胞競競合合と呼ばれます。細胞競合は、正常発生過程や組織の向上性の維持さらにはがんなどのさまざまな疾患に関与することが示されつつあります私たちはこの症状媒をモデル生物として用いて細胞競合の分子メカニズムの解析を行っています。 また正常発生過程やがん制御などの場において細胞競合がどのような役割を果たしているのかそのメカニズムの研究を行っています。これまでに私たちは細胞極性が異常になった細胞が細胞競合の敗者となって組織から排除される機構の解明や症状への上皮組織中で勝者と敗者をそれぞれ異なる蛍光タンパク質で標識して細胞競合現象をライブで捉えることに 世界で初めてて成功していますまさに細胞競合というのは限られた生息域の中で2つの集団が互いの存在を競い合うオセロゲームののようなものですこのように生態系に見られるような生物個体間の生存競争が 生態の中にも存在すするると考えられるわけですが実は自然界にはこのような競合だけでなくその裏返しである強調という現象も存在します,すなわち異なる生物個体間においてある個体の利益となる行動が同時に他者の利益にもなるというような協調的なシステムが生態系には存在しています。 例えば、蜂と花は互いに協調関係にあります。蜂が花の蜜を集めるときに、同時に蜂の体に花粉がつきます。花粉のついた蜂が次の花へと移動していくことで、花粉が目しべにくっついて受粉します。このような生物個体間の協調によく似た現象が、多細胞生物を構成する細胞間のレベルにもやはり存在することがわかっています。 例えば組織中で死にゆく細胞は分泌性の増殖因子の酸性を高めることが知られています。この増殖因子を周りの正常細胞が受け取って余分に増殖することで死んだ細胞分のスペースを速やかに埋め合わせると考えられています。これは代小性増殖と呼ばれる現象でして細胞社会の向上性を維持するために 死にゆく細胞と生き残る細胞との間で構築された協調システムであると考えられます私たちは症状眉を用いて大小性増殖の分子機構をはじめさまざまな細胞同士の協調メカニズムを解析していますこれまでに概念子・ラスを活性化した細胞にミトコンドリアの機能障害が起こると その周辺の細胞が強調的にがん化することやがん遺伝子・サークの活性化が周辺の細胞の増殖を促すことなどを見つけてそのメカニズムを明らかにしてきましたこのように私たちは細胞同士の競合と強調の分子基盤を小状場への遺伝学を用いて解析をしていますこれを明らかにすることによって多細胞生命システムを理解するための 新しい次元が見えてくるのではないかというふうに期待しながら研究を進めています興味のある方はいつでもお気軽にお立ち寄りください